遊ぶところは最高に遊んで、しっかりやるところはしっかりと描くところ、振り幅がやばい。一番ですね、監督が影響を受けたアニメといえばもう物語シリーズですね。どんなアニメが作ってたら、まず物語シリーズ、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回はですね、大好きな物語シリーズを語っていきたいと思います。我慢しなきゃいけないのがそもそもおかしいんだよ。痛い時は痛いでいいんだ。無理だったかもしれない、無茶だったかもしれない、でも無駄じゃなかった。僕は君顔でそう言った。物語シリーズを語っていきたいと思います。ただね、これちゃんと語ったら多分 2,3 時間ぐらいの動画になっちゃうんで、もうバシッとコンパクトにまとめていきたいと思います。物語シリーズ初めてしたのがアニメのですね、パッケージこちらに惹かれて面白そうだなと思って手を伸ばしました。そしたらなんとすごく良かった。まあ、自分自主映画をやってるんですけども、衝撃を受けましたね。その後で撮った作品、キャラクター設定、ストーリー展開とかがですね、もう本当にすごく影響を受けました。西尾維新信者と言っても過言ではないくらいです。一番ですね、監督が影響を受けたアニメといえばもう物語シリーズですね。どんなアニメが好きって言ったらまず物語シリーズと言います。しかもですね、まあ見てわかる通り、はい、もうかなりつぎ込んでます。まずこの物語シリーズは全5章から連なっております。現在も連載中です。西尾維新という方がですね、もうすごい側室でもうどんどん刊行していくんですよ。物語シリーズは別にですね、いろんなシリーズがたくさんあるんですけども、特に物語シリーズはボリュームがもうでかくてね、全部見切れないんじゃないかってぐらいたくさんあります。まあ、とにかくですね、西尾維新という方はですね、もう言葉遊び、まあ、セリフの掛け合いだったり、メタ要素、パロディとかもたくさん詰まっててね、なんかキャラクターの掛け合いがとにかく最高にいい。話の流れとしましたですね、怪異というものがいまして、それに関わる少女たちを救っていく話。で、この物語シリーズなんですが、荒垣小読みというですね、高校生が主人公です。高校生といっても、この作品ですね、大学生編と高校生編とかもあるんで、時系列結構動くんで、すっごい過去の話、タイムリープをする話だったり、教室に閉じ込められてしまう話だったり、まあ、それぞれね、すごく深くて、これが物語の力だなと思いました。メディアミックスできないって西尾維新が言ってたんですけども、もう今現在、まあ、後ろ見てわかる通りですよ。メディアミックスしまくりです。ゲーム化、パチスロ、パチンコ、劇場アニメ、それからイベント、コミカライズとかも、たくさんね、されてますね。ちなみに漫画はですね、天上天下、エアギアの大暮レイドさんが今現在連載中となっております。はい。では、ここからですね、物語シリーズの個人的に感じた魅力を伝えていきたいと思います。まず何と言っても、キャラクター。これです。監督自身もですね、この西尾維新の物語シリーズを見てから、キャラクターの重要性、なぜこの作品を描くにあたって、この登場人物が選ばれたのかというですね、がっちりしっかりと土台があるんですよ。ね、このキャラクターがいなければ物語が進まないぐらい、それくらいの、ちゃんとした、しっかりした構成、枠組みが作られております。あとですね、ギャグ要素ですね、パロディとかも結構たくさん使ってんですよ。もう本筋と関係ない要素が結構入っていくんですよね。あれ、この物語何の話だっけっていうのが結構あるんですけども、本筋はですね、もうしっかりテーマが備わってるんですよ。ここが西尾維新のまだすごいところなんですよ。遊ぶところは最高に遊んで、しっかりやるところはしっかりと描くところ、振り幅がやばい。続いてですね、アニメ版なんですけども、話によっては2、3人しか出てこない。でも、30分間が持つんですよ。セリフの掛け合いですね。声優さんすごい喋ってます。独白も含めると、ノンストップで喋ってると言っても過言ではないぐらいなボリュームです。それからですね、DVD、ブルーレイのパッケージにですね、音声解説というものが収録されております。音声解説で、まあ、声を担当した声優さんが、その作品を見て、あ、こんなエピソードあったなっていう話をするかと思うのですが、この物語シリーズは、登場人物の作中のキャラクターがその作品を見てあーだこーだ喋ります。その掛け合いの脚本をですね、全部西尾維新が書いております。すごいよ。だいたい2人で話すんですけども、ちゃんと掛け合いがされていて、キャラクターが生きてるんですよ。キャラクター愛、西尾維新の作品愛がたまらない。これくらいね、作者ってのは自分が生み出したキャラクターを愛すべきですね、と本当に思いました。と
特に厳選してこのエピソードがいいっていうのはですね、物語シリーズの猫の白かな、ヒロインの一人である金川翼というですね、超優等生の女子高校生がいるんですけども、実はね、荒木くんのことが好きで、告白するんですけども、まあ、振られちゃうっていう話なんですよ。まあ、これだけ聞けば普通の話なんですけども、これまで描いてきたバックボーン背景があると、もうここはすごく胸が締め付けられました。もう見てください。あとですね、戦国なでこというですね、中学生かな、みんなには隠してるけど漫画家を目指してるんですよ。その中学生の女の子と詐欺師ですね、その女の子を救う話。まあ、これはですね、荒木好みが深く関わっては来ないんですけども、この作品もですね、お金とか夢とかね、そういったところでドシンと、ああ、そうだよなって思いました。もう見てください。というわけで、今回は大好きな物語シリーズを語らせていただきました。ぜひ見てください。この監督ラボのですね、演出もですね、アニメ版の物語シリーズ、かなり影響を受けていると思います。はい、というわけでですね、今後も監督ラボをよろしくお願いいたします。はい、このチャンネルではですね、こういったその大好きな作品を紹介したり、商品レビュー、ガジェットレビューなんかをやっておりますので、もし興味がある方はですね、ぜひご覧ください。チャンネル登録してくれたらありがたいです。というわけで、監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。力が強くたって意味なんかねえよ。本物に必要なのは意志の強さだ。世界といえずとも物語くらいなら誰だって傾けられるだろう。まあ原作がまず高校で、これもまだ全部じゃないんですけども、物語シリーズの小説、まあアニメ、まあこれもまだ全然もら